はい、どうも、関西フラクラクラブのコミです。さて、本日はですね、こちらのホームクランから動画をお届けしていきたいんですけども、今回ですね、ケイスケ実況局さんとのリベンジマッチに臨んできました。でですね、あえなく負けたんですけども、いや、このクラン、ほんと強いですね。まあ、僕らもね、結構ミックスで頑張ってきてたし、今はタウンホール13、12、のメンバー中心でやっているので、まあ、11はちょっと助っ人にこう来てもらったりもしたんですけども、まあ、そうは言っても結構ね、腕の立つ方に来てもらってるんですよ。で、ガチガチで向かっていっても勝てないですね。まあ、前回より星の差埋まったんで次こそはとか思うんですけども、まあ、大会とかね、あんまりケイスケさんのこの実況局さん出てないので、そういった意味ではそのベールがちょっとね、かかってるかもしれないですが、公式的な大会とか出たら結構上に行くんじゃないかなって個人的には思っている、まあすごい、普通に強い、勝てない、なんとか次は勝ちたい、まあそんなね、一戦になりました。でですね、本日はそのケイスケ実況局さん側の動画を少しね、見てもらいたいというふうに思います。で、テーマはゴレネクロですね、サービス終了編成というネーミングで、ジョーカーさんとかがね、よくま動画出されているというふうに思うんですけども、それをですね、結構、ケイスケ実況局さん側のメンバーやってらっしゃいました。まあ、ケイスケさんがこの攻め結構上手いので、ボンクラなんかでですね、よく使ってらっしゃいます。そういった意味でも、まあ、チーム全体にそれが波及しているっていうのは、まあ、あるのかなと思うんですが、まあ、そのね、攻め方のポイントっていうのもちょっとね、本日は見ていきたいというふうに思います。ちょっとね、細かくいきますね。合計3本見てもらいたいんですけども、まず1本目のこの動画が、鉄さん。完全にこれパターン化されてると思うので、このパターンをまずはですね、しっかり見ていきたいというふうに思います。で、編成はゴーレム3体。で、ネクロ7体の、ボーラー13体ですね。で、あとは呪文に関しては0時2発のクエイクに、ジャンプ、ヒールと、まあ、いう感じですね。で、投下弊社の中にはイエティが入ってました。で、どうやっていくかっていうと、これ合計3つのステップにまず序盤分かれます。それから順番に見ていきましょうかね。で、まずこれ、くじ側注目してほしいんですが、ゴーレム1体を出してから、ボーラー3体で後ろを削っていきます。で、これを同じですね。12時側に関しても、ゴーレム、1体からのボーラー3体。さらにネクロマンサーを後ろから出してますね。これはミスタップなのかな？ちょっとわかんなかったです。もしかしたらまあ、何らかの意味があって出したのかもしれないですけども、パターンとしてはそうでもないと思うんですね。で、これでですね、両側のカットをこう決めてから、中心部分、ここに主力部隊を出してガンと進めていくと。まあ、こんなような構造の攻めになっていくわけなんですが、ゴーレムを出してアイスゴーレム。で、その後ろからスーパーウォールブレイカーですね。これで壁一層分のジャンプだったりの呪文っていうのを節約できるので、すごい持ってるんだったら使うべきなんですが、これでちょっと注目したいのはですね、ゴーレムとボーラーで、9時、12時カットしましたよね。で、してる最中にもう出していっちゃうんですね。あんまりこのカットを待ってないんですよ、ここ。わかりますかね。まだ削れてないじゃないですか。だけど一気にもう主力が全部出てきますね。で、こういう格好にしていきます。で、ナンバー3、主力部隊の出す順番としては、ボーラーを出してからネクロマンサーですね。ゴーレム、アイスゴーレムを出して壁分けを決めてからヒーローを出す。ここまでが、セカンドステップ。サードステップは、その直後に一気にボーラーとネクロマンサーを出していくんですけども、この出し方も重要で、ここ、今ね、ゴーレムとヒーローとボーラーが固まってますよね。もう両脇、ここにネクロマンサーをこう出していくんですね。で、そうすることによって、序盤のスケルトンは中にこう入っていくんですが、このネクロマンサー部隊、その後は当然外周にこう流れていってしまいます。で、流れていってどんどんボーラーたちと合流してこっちにこう進んでいくというね、格好になっていくんですけども、まあその辺のね、ネクロマンサーの仕事ぶりっていうのもちょっと見てほしいなというふうに思います。中央に入った部隊っていうのは、あとはもうヒールの呪文と、トームを使いながら、生きながらえるということになります。まあ、僕、ゴーレムとアイスゴーレムはどうしても序盤にやられちゃうので、この2体の体力をカスカスまでこう使い切って、最終区画までなんとかボーラーたちを、イエティをね、ボーラーか。を残していくというような格好になりますね。なんで、もう、正味ですね。このようにもう、ボーランもほぼ尽きちゃっているじゃないですか。なんで、中央の部隊っていうのは、もう、ほぼほぼヒーローたちだけで押していくような格好になっていきますね。あとは、まあ、ウィザードですかね。後ろから出てきてるウィザードが、まあ、ババキンとかの盾を使いながら、うまいことね、こう、進軍していくって形なんですけども、まあ、ここですね。3時方面ちょ見てほしいんですが、これミニゴーレムになった段階で、ネクロがそれを追い越していってますよね。で、スケルトの大群を使って、ボーラーをこう保護していってます。で、そのスケルトの大群が外にいるこうね、ロイヤルチャンピオンなんかも処理してくれちゃってるなんていうね、こう一石二鳥の仕事をしてくれていて、これ結構ね、パターンなのかなってやっぱり思いました。このテスさんが選んでる配置も、そういうことができやすい配置をやっぱ選んでるように、まあ、僕は見えて、これですね、ちょっと一回、最後まで見切ったら、
まあ、どんな風にこの村をまず攻める村を考えたのかなっていうところだったりとか、あと、まあ、その攻め方っていうところをね、もう一回軽く、なぞって、次の動画に行きたいというふうに思います。まあ、このね、リプレイに関してはもう一回なんでしたら最初からこう見てもらえたらいいと思うんですけども、まあ、そこに至るまでの、まあ、発想というかアイデアですね。あそこの方が実際、皆さんがね、まあ、私もそうなんですけども、これ使いこなしていきたいと思う方にとっては重要かなというふうに思いますので、ちょっとね、語りが長くなっちゃいますけども、お付き合いいただければというふうに思います。ちなみに今日合計、3本。1本目と2本目っていうのがそれぞれ前回で、3本目は失敗リプです。で、2本目はですね、タウンホール12をちょっと見ていきたいというふうに思うので、12の方もね、ぜひぜひ、ご参考にしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。こんな形で、あとはスケルトの大群でシングルインフェルノ式で全開という格好ですね。はい。でですね、この、まず、アタックの時間、たったの2分20秒です。やっぱりね、この編成って時間切れのリスクがすごい少ないのがいいですね。で、村選びをするときの特徴としては、多分ですね、ここですね。このラインっていうのを、まあ、すごい鉄さん見てるんじゃないかなって思います。まあ、このラインっていうよりも、むしろここかな、ここ。ここですね。こういう形の、壁の仕切りがある、村っていうのをおそらく狙っていくんじゃないかなと思います。そうすることによって、この壁の中に関しては、そんなに広くないですよね。なんで、ヒーローとかで壊していく。さらに、アチャクイがこの外装、さらに1外装外までこう、壊していてくれますよね。なので、この辺の破壊を、中心部隊、ゴーレムプラスヒーローを出して見れるということですね。で、外周に関しては、こんなところっていうのをガーッと、まあ、流していくわけなんです。もう流していく過程で、これロイヤルチャンピオンここにいますよね。で、こういう壁際に、ヒーローがいる配置っていうのはおそらく狙い目なんじゃないかなと思います。さっきユニットの出し方、私言いましたけども、こっちにゴーレム出してからボーラー、同じですね、ゴーレムボーラーを出していきますと。で、中央の部隊、ここに、主力を出していって、で、ここにネクロ出していきましたね。こういうふうにネクロ、わかりますかね、ここネクロ、この形ですよね。このネクロって今この矢印と一緒にこう合わさってますけど、こんな感じでこう外側に流れていくじゃないですか。流れていった時にやっぱりね、ネクロマンサーとヒーローの相性ってすごい、まあ、ネクロマンサーの方が優位になるんですよね。スケルトンを、まあ、ロイヤルチャンピオンとか倒しきれずにそのままやられちゃいますん で、それがワンチャンできると、中央に入ったヒーローたちっていうのは、ヒーロー処理をしなくても済んじゃうので、まあ、すごい伸びやすいですよね。なんで、そういう外側に、ヒーローがいる配置っていうのをあえて狙ってるのかなというふうにも思いました。まあ、そういうことを考えながら、さっき言ったような手順でユニットを出していくという形にしていくと、割と取りやすいんじゃないかなっていうふうには考察したんですけども、まあ、実際自分も一回使ってみないとわかんないですよね。なので、まあ、自分もこういった考えでできるのか、今度やってみたいなというふうに思うんですけども、ですね、今のようなポイントを少し、頭の片隅に置いてもらった上 で、次2本目いってみましょう。これタウンホール13でしたね。ごめんなさい、間違えました。13が全部だな。今回全部13でした。大変申し訳ありません。訂正します。失礼いたしました。で、このパターンっていうのはゴーレムがないパターンですね。なんですけども、代わりにイエティを使います。2体イエティで、後ろに、ネクロマンサーを、これは2体ですね。22のコンビ出してみますね。両方ともこっちもそうですね。22って感じかな。で、ボーラーを1体添えていってますね。で、中心に関してはもう、広く面でイエティを出して、後ろからボーラーを出していくという格好にしています。で、そのまま、やっぱり外周部にネクロマンサーを中心にこう流していくという格好ですね。おそらく中心部分にネクロマンサーを入れても、範囲攻撃とかのね、巻き添えを食ってすぐやられちゃうので、であれば外周にそれを置いた方がいいという判断だと思いますね。でも、そのやっぱネクロが功を奏して、この今いる、ここ、バーバリアンキングと相手のロイヤルチャンピオン、両方ともネクロマンサーがこうがっつり処理していくんですよね。これね、注目者が見ていてほしいんですけども、中央に入ってるユニットっていうのは基本的には高体力部隊ですね。ヒーロープラスイエティが中央に入っていって、低体力のネクロマンサープラスボーラーっていうのはこの外周を処理する。で、その外周部にいるのが、相手のヒーロー、バーバリアンキングもいますよね。ロイちゃんもいますよね。ダブルで相手にしてるんですけども、ネクロマンサー1体で、こう、まあ、その前にスケルトンいっぱい出してるっていうのもあるんですけどね、押し切っていっちゃうんですね、こういう風に。で、最終的には投下兵舎の中に入っていた、ホグライダーでもって、刺していくという格好ですね。まあ、この攻めをするにはおそらく投下兵舎はすごく相性が良くて、ユニットの数で押していく、まあ、攻め方になっていきますんで、やるんだったら、突撃艦とか、なんだ、ウォールバスターとか、そっちを使うよりも投下兵舎なのかもしれないですね。
いや、お見事すぎるなっていう感じで、もうこれに関しては圧勝ですよね。あのロイヤルジャンピオンもグランドウォーでも、まあ、アーチャークイーンも生きていて、ホグライダーもたっぷり残ってると、まあ、いう形。まあ、やっぱり厚労省は、ここに行った今いますけど、このネクロですね、この、後ろ側にいるこのヒーロー2体、これをしっかり処理したネクロマーサーの仕事っていうのがめちゃくちゃ良かったのかなというふうに思います。まあ、そんな形ですね。両方とも、サービス終了系編成。まあ、当然、両サイドから出していきますね。1本目の、テッサの攻めっていうのは、まあ、この後もう1回3本目がテッサなんで、そこを振り返っていきたいんですけども、ゴレボーラーから出していく。で、このネコラーメンさんのアタックは、両側に、イエティを出してから、後ろから、ネクロマンスを出していくという格好で、攻めを組み立てていってますね。やっぱりネクロマンサー中心には入れもするんでしょうけど、まあ、外側をなるべく歩かせる舞台に回すというところを意識されているのかなと思います。そうすることによって壁の一層内側までこうネクロマンサーが、遠距離攻撃を使えるんでね、壊してくれるし、中央の舞台の横打ちを避けられるという、まあ、相乗効果ですね、シナジーを埋めるのかなというところですね。さあ、では最後の1本見てもらいたいというふうに思います。これですね、残念ながら全開ならずというテスさんのアタックになるんですけども、攻めの構成はさっきとほとんど変わらないんですが、ちょっと若干違う部分があるんですよね。まずは、9時面12時面から、ゴーレ1体のボーラー3体をこう追加して出していきますね。で、中央に対してはゴーレム、アイスゴーレム、スーパーウォールブレーカーを出してから後ろからヒーロー全出しですね。なんですけども、ここでちょっとね、なぜかわからないんですが、ボーラーがサイドに散ってしまっていて、ネクロマンサーが中央に入ってちゃったですね。これおそらく出す場所間違えちゃったかなって個人的には思うんですけど、ネクロマンサーやっぱ外周に今回も出すべきだったんじゃないのかなと思うんですけどね。まあでもそれでもまあ、当分のタイミングだったりがかなりバッチリ決まってるので、ネクロマンサーは中盤、終盤まで、生きていってくれます。くれるんですけども、ちょっとね、そこも私少し、気になった部分ですね。テスさん意図があったのか、それとも、順番単純にちょっと誤ったのか。ただまあやっぱりこの部分ですね、ここ。ここを意識して、ユニットを、なんていうんですか、この今四角描いた中に入れていく。そういう形の、攻めの構成ができる村を選んで攻めてるっていう点はさっきと同じかなというふうに思います。ただ、ウィズドがこれね、最後3つこうあるんですね。多分これが結構、まあ、効くんじゃないかなと思っていて、で、まあ、今回サービス終了系の編成って、当然ながら最終の、最終盤。最終盤。ここって、ネクロマンサーとスケルトンでご利用していくっていうのが、まあ、やっぱよくあるパターンなのかなっていうふうに思います。なんですけども、それをさせなくするのがやっぱり背後域施設ですよね。それが一番最後の、区画に残ってしまっている場合っていうのは、ちょっともしかすると、この手の攻めって回しにくいのかなっていう風にちょっと思ったところがあって、まあ、今回も同じですよね。感情方面にネクロマンサーがこう2体いて、グランドウォーデン、ボーラーがいますよと。で、こいつらが、うまいことですね、この最外層に入らずに、災害室でいいのかな、ここか、この細いところにこう入っていってますよね。理想的なところに入っていくんですけども、でも待ち構えてるのは、ウィズ島と迫撃砲なんですよね。でこいつらっていうのがやっぱり最終的にこのネクロマンサーたちを焼き切っちゃうわけですよ。まあ、スケルトンも外側にいるのでちょっとね、まあ、これもまあ不運だったかもしれないんですけど、こんな形で、ネクロマンサー本体にウィズ島がどんどんダメージを加えていっちゃいます。でも仮にスケルトンが中側にいたとしても、おそらくウィズ島と迫撃砲でやられちゃったんじゃないかなと思っていて、最終区画にやっぱりこうね、範囲攻撃の施設が何体か、あるような場合っていうのは、残ったネクロマンサーでご利用せない、という形になるのかなというところがですね、まあ、今回このテスさんの、サービス終了編成見てて思ったところですね。なので、やっぱりですね、ポイントとして見るべきところっていうのは、こういうところですね。こういう序盤にヒーローたちっていうのを、ゴーレムの後ろにこう、添えて、出していって、ある程度区画の中をこうね、進めていける、バラ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 散らばらないという、形の村を選ぶ。さらに、まあ、シングルインフェルノだとなおベタですね。ネクロマンサーには相性がいいのでっていうところだったり、外周にヒーローがいるパターン、さっきの1本目2本目がそうでしたけども、外周のヒーローっていうのは、ネクロマンサーとものすごく、攻め手側優位の相性になってきて、ネクロがどんどん押し切ってくれるんで、ヒーローでヒーローを処理すると結構ダメージ食らっちゃうじゃないですか。あれがないっていうのが大きいですよね。で、さらには、災害層の一番最終ここですね。ここ今回こう攻めていってるんで、
一番最後の、区画のこの辺の部分に、範囲攻撃がなるべく少ない方がいいというふうに思います。でその、要素っていうのが合わさった時にかなりこういう攻めは刺さるのかなと思っていた。あとはパターン化ですよね。さっきのテスさんのパターンっていうのも、まあ、よく参考にしてもらったらいいのかなというふうに思うので、まずはそこから始めてみるのが、このゴレネクロボーラーやるにはいいかなと。で、イエティネクロボーラーの形であれば、さっきのネコラーメンさん2発目ですね、のパターンを選んでもらうのがいいんですけども、どっちにしても、見るべき配置の特徴っていうのは、ここで話をしたような、形の村を選ぶべきなのかなと、まあ、個人的には思いました。まあ、それとさっきネクロマンサー出す場所がっていう話をしましたけど、もしかしたらヒーローがこれ中央の方に固まってるから、あえて中に入れたのかもしれないですね。ヒーローの一発一発重いんで、スケルトンがその一発を受け止めてくれるだけでも結構ね、味方のヒーローに入るダメージが減るので、まあ、そういった意味ではあえてネクロマンサーを中に入れたというところなのかもしれません。ちょっとそこはね、ご本人しかわからないところですごく気になるので、もしね、テスさんこれ動画ご覧になってたらコメントいただけたらすごく嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。次もね、ケースケ実況局さんとの、フレンド対戦から、動画をお届けしていきたいというふうに思いますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひですね、皆さん関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいです。ぜひぜひお待ちしておりますので、お気軽に対戦が好きだよという方、門を叩いてくれたらありがたいなというふうに思います。はい、では本日この辺りで失礼します。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。